こんにちは親の力です何年か前の夏休みに見た光景なんですけどね子供木工教室というものをやってましたそこではねロケットとかロボットとか自動車船家お城こういったね木工用のキットが用意されていてね子どもたちはその中から自分が好きなものを選んでボンドや釘などで組み立てるそういう木工教室ね。 自分でできる子ならあー親は見守って一人で難しい子ならね一緒に作るこういう感じね。で2年生の男の子がね自動車にしこう両方のセットを見比べながらねうーんっていう感じで考えていてでそれを見ていたお母さんがね「早く決めなさいよあんた何をグズグズしてるの」というふうに言ったんですねそれで男の子がね。 家の方を持とうとうしたんですねするとすかさずお母さんがね「あんた家を作るの女の子ばっかりだよ家を作ってるのは見てごらん」というふうに言ったんですね。で,したけどねで男の子はね家のセットを持ちかけたんだけど置いて自動車のセットを手に持ったんですね。で男の子がね自動車を作り始めてからもねお母さんは黙っていないわけですね。 そうじゃないでしょ初めに平らな糸を置かなきゃダメでしょそれはそこじゃないでしょこういう感じなんですね何やってんのもっとよく考えなきゃダメでしょあんた部品を全部並べてから始めないからそういうふうになっちゃうのよほらほらちゃんとよく見て左手でしっかり押さえてそうやって押さえてないからずれちゃうんだよ自動車なんか選んだからタイヤのところが難しいでしょ わからなかったのロボットの方が良かったでしょ。こういう感じなんですね。ボンドが多すぎるでしょ。それじゃベトベトしちゃうでしょ。塗る前にちょっとボンド減らせなきゃダメでしょ。もっと頑張らないといいもの作れないよ。まあ、こんな感じね。で当然ながら男の子はだんだん元気がなくなってきたわけですね。何かする前にね必ずお母さんのこうチラチラ見るようになったわけですね。 これでいいい間違ってないまあこういう感じなんですね。でスタッフの人がですね「お母さんちょっとこちらで見守ってみましょうか」と言ってねお母さんを少し離れたテーブルの方に連れて行ったんですね。でお母さんはね「あそうですね私うるさすぎですよね」「いけないいけない」とか言いながらあーついて行ったわけです。ですからこのお母さんは、 あの自分の言葉がちょっとまずいなってことはある程度はね気づいているようなんですよね。でもなかなかねなんかこうたいなんですね、まあ、多分日頃からこうなんじゃないかなって思うわけですね。えー、ということでですね、あのー、皆さんはいかがでしょうか。<laughs> いろんな状況でねこのお母さんと同じようなことをしていないでしょうか考えてほしいんですね。 お母さんはももっっととと頑張らなない,いいいいのが作れないよと言ってたんですねでも本当はねいいものを作ることよりも大切なことがあるわけですねそれは子供自身が楽しみながら、ね、あれやこれやと試行錯誤しながら作っていくことですよねこれで初めて子供は達成感を味わうことができて自信もつくわけですね、うん、このお母さんのようにねこういち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 ね口出ししていたら、うん、楽しくもないし 試行錯誤することもできませんよね。これでね。とえいいものができたとしてもね。子供は嬉しくないと思うんですよね。自信もつかないわけです。こういうことがね。続くとね。あの常に親の顔色を伺うようになる可能性があるわけですね。で、何事においてもね。自分で決めて動けない指示待ち、人間になってしまう可能性がある。うん。子供はもう何事においてもね。あの時間がかかりますよね。 大人のように能率的にはできないわけですね。もう試行錯誤しながらね、失敗したりつまずいたりしながら、自分のペースで進んでいくということが大事なんですね。ですから、親としてはね、あの待ってあげることが大事ですね。待てる親であってほしいなと思います。待てる親でしたらね、子供は自分のペースで着実にね伸びていくことができると思います。えー、ということでね、えー、今日もご清聴ありがとうございました。 今日も一日も明るく楽しく幸せにお過ごしください。